ちょうどよくて、ここにこうジャスト入るっていう。なるほど。ゴミ箱もね、キッチンの一部だと思ってるんで、ステンレスだと思うね。流れでこうゴミ箱も閉めれるんで、2年半ぐらい使ってますけど、蓋もしっかり洗っちゃえば、でこういうところに置いてるとちょうどいいんですよね、これ。すいません、はい。ゴミ箱とかもこだわりあるんですか？ああ、普通はね、そんなにこだわるところではないかもしれないですけど、ゴミ箱もね、キッチンの一部だと僕思ってるんで、今日はそれを踏まえてご紹介します。お願いします。これなんですけども、ゴミ箱ってよくあのプラスチックの多いじゃないですか。大体普通はね、グレーのプラスチックですね。プラスチック、あのプラスチックってこう拭いてももう一回汚れちゃうと汚れ取れないんですよね。けどステンレスだとこれ、ね、毎日この閉める流れでこうゴミ箱も閉めれるんで、これ2年半ぐらい使ってますけど、まだめちゃくちゃ綺麗なんですよ。なるほどね。で蓋もね、これ洗えるんで、そのまま蓋もしっかり洗っちゃえば、すごい衛生的なゴミ箱に、うん、ゴミ箱なんてね、何でもいいと思うじゃないですか。まあね、そんなにこだわるポイントじゃないようなね。ね、冷静に考えるとね、他のねところはね綺麗するじゃないですか、キッチン。でもなんか、はい、ゴミ箱の部分だけなんかこう暗黙の了解で汚れててもいいみたいな、うん、ね、実際プラスチックだともう取れないんで、拭いても、うん、そこはしょうがないみたいな、そのエリアはね。それが僕嫌で、ステンレスのねゴミ箱を探したんですよね。サイズ感もちょうどよくて、ここにこう、うん、ジャスト入るっていう。なるほどね。横も細めだから割といろんなところに入りやすい感じ。そうなんですね。でこういうところに置いても邪魔にならないと邪魔にならない。高さもね、600あって、だいたい作業台って800なんで、これやっててちょうどいいんですよね、これ。なるほどね。お家でもね、使えると思うんですよ。僕らはね、業務用で使ってるんでね、蓋を外して使っちゃってるんですけども、純正の商品はここにパタパタする蓋があるんで、生ゴミってすぐパンパンになるじゃないですか。確かにね。これがサイズがあると余裕でね、ゴミがね入るんで、ここいいかなと思います。